国道の中央分離帯に激突した乗用車、ガードレール部分が車体にめり込み炎上した様子がわかります。事故があったのは長万部町豊津の国道5号線で、今日午前5時50分ごろ、函館方向に向かっていた乗用車が中央分離帯に衝突し炎上しました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、車内から運転手とみられる性別年齢不詳の遺体が見つかりました。警察は身元の確認を急ぐとともに事故の原因を調べています。一方、札幌中央区宮の森三条一丁目の道道では午前3時過ぎ、乗用車が信号機の柱にぶつかりなぎ倒す事故がありました。けが人はいませんでしたが、折れた信号機が道路を塞ぎ一時通行止めとなりました。警察が事故の原因を調べています。